大見正俊氏は日本のアナウンサー。東京都出身。海星中学校を経て、拓殖大学南洋語学科卒業。父は日蓮宗装飾。幼少期から他民族の地、マレー半島での労働とマレーの張り間おや、南十字星に単純に憧れて、ゴ無縁での労働と異民族の大見自身が加わって、善意に満ちた、党は共栄隊を作りたくて。 海正中学校を経て、拓殖大学に入学。マレー語の取得に最適した頭のやわい時期が、戦争の真っ最中で、適正語の時代となり大学は勤労動員ばかりとなり、陸軍戦車に投兵で、本土用決戦場の穴掘り中に敗戦を迎える。1950年、日本放送協会に入局、名古屋中央放送局で勤務の後、 1952年3月に、ラジオ東京へ経験者採用により移籍。主にスポーツ実況や朗読番組を担当。ラジオ東京に移籍後、同時期に NHK 大阪中央放送局からラジオ、東京に移籍した小坂秀治と共に、同局初のスポーツ中継、巨人対毎日定期戦を担当。早々期のラジオ東京におけるスポーツ放送を支えた。また、 1959年4月10日には、皇太子、美智子ご成婚パレード中継の実況を担当した。1963年11月1日より、報道局ニュース部、1965年12月に、報道局解説室委員権ニュース部へ配属の後、1967年11月15日の、アナウンサー研修室設置に伴い同意にへ、就任した。 1970年7月より、ラジオ本部アナウンサー研修室改めラジオ、本部アナウンス室のみの所属となる。ソフトな話術、的確な表現で定評の報道、スポーツアナウンサーとして、1968年から1975年は、夕方の全国テレビニュース、JNN ニュースコープメインキャスターを務めたほか、アナウンス室付け部長、 ラジオ本部次長兼アナウンス室長も務める。1976年3月、ラジオ本部のみの所属となり、アナウンス職から離れ、同年9月に、多民族国家の中で、アジア人として生きたいとの幼少期の夢を実践すべく、TBS の優待制度に応じて退社。1977年7月より、インドネシアのスラバヤ・アイルランガ大学へ、 国際交流基金派遣日本語教師として赴任。1980年3月、網膜白児による眼底出血で左の視力を突然失い治療のため日本に帰国するが、手術も成功せず5月末に再びスラバヤへ。11月、日本に帰国。その後、白血病で療養生活を送る。1984年10月24日、心不全で死去。 満五十九歳没。突起ない限り、KR 遺跡後のもの。いずれも映画の出演情報。ありがとうございます。